あうみーや、ここに座っちゃダメ。間に合った。どうしたの、しーねちゃん。なんだよ、その格好。だって、お師匠様の晴れの日ですし、弟子としてこのぐらいは気持ちの問題ですね。ねえ、チャチャさん。ちょんまげ。そうよね。こんなんでいいかな。まあ、応援するという気持ちの問題ですから。リー、リー、ほら、始まるだろ、リーヤ、こっち座れよ。はい。でした。それでは、しんちゃん、よろしく。お待たせしたよ。お茶の間に熱いドラマを伝え続けるマジカルテレビチャンピオンの時間だよ。今週のゲストは現マジカルチャンピオンセラビーさん。続いてそのチャンピオンの座を虎視眈々と狙い続けるナンバー2なダラシーちゃん。はい、拍手。人がいっぱいですね。右ハンドのお客さんがいらないよ。何言ってんのよ。ピッケル君と戦った時はもっといっぱいお客がいたでしょ。でも人のスリングとかき割りみたいなものだから平気でしょ。まあそうだ。二人ともある意味でとても有名な浦田学園の卒業生だよ。なぜなのじゃ。なぜバカバカの浦田学園に有名になっているのじゃ。いかん、気を沈めなくては。しかし、なぜエリート揃いのうちではなくうらら学園なのじゃ。うらら園長、侮れの女じゃ。きっとバカバカというのは見せかけて陰で秘密の特訓をしているのに違いない。おのれうらら園長、スパイじゃ。スパイを送り込むのじゃ。うらら学園の秘密を探り出すのじゃ。これがもみじ学園の宿敵、うらら学園か。見た目は幼稚園だが。先生、おしっこ。あらあら、早くいらっしゃい。僕も。3-23-16、マジカル幼稚園随時園児募集中。なんだよ、この地図。ここだ。うらら学園。一体どんな秘密があるんだろう。北川、あそこだ。この上に。うわー、なに、こんな、止まった。うわー、くそー。捕まえたぞ。俺がスパイだってことがすでにバレてる。潜入艇はババラ組がもらった。なんか違うぞ。のポピーくんね。これが油断大敵のうらら園長か。じゃあ約束通り一番に連れてきたラスカル先生のクラスね。やり、バナナ組ばっかり。うちへよこせよラスカル。すっとぼけた顔してたって俺は騙せないぜ。なぜなら俺は超能力者、心の中を覗くことだってできるんだ。どうしたポピーくん。なんでもない。謎の眼力でかばした。やはりこの女、ただものじゃない。あら。よーし、除去していくぞ。早くガキどもに見せてやるぞ。こいつは普通だ、ちゃんと読める。ポピーくん、ポピーくん。名前がキャワイイ、ポピーくん。でも変な人だ。バナナ組の新入り、ポピーくんだ。みんな、かわいがってやる。バイバイ。なんだこの幼稚園児のような生徒たちは。よし、そこまで。こいつら本当に俺と同い年なのか。うん、大体はそうだ。おかしい、どうしてこんな中からもみじ学園のエリートを追い越す奴らが出てくるんだ。みんな幼稚ぶってるだけなのか。ちょっと落ち着かんかい、このバカタレが。お友達、お友達、コピーくん。コピーだ。ほっぺのぐるぐるナルトだ。ラーメンだ。珍しく常識が強しそうな人だ。仲良くしたい。どんな男が来たって私はセラビー様一筋よ。あ、セラビー様。
心の中もそのまんまだ。転入生ですって。この敵返しむき出しの心の声は、まさか女の子じゃないでしょうね。リア君にちょっかい出したら食べちゃおかないから。ん？なんだ、男の子じゃない。どうやら時間をかけて調べるしかないようだな。ああ、ところでポピー君、これは転入生が入った時の恒例なのだが、自己紹介を兼ねてゲイをやれ。ゲイ？そうだ、なんでもいいじゃん。ちゃんとやったら褒めてやる。僕の時は魔法でお花を出しました。私牛出したの。教室破壊もしたでしょ。俺は変身してみせたぞ。おりゃ、わーい、ふわふわの、ふわもこわまん坊や。ふわもこわまん坊や。転入生が来たんだし、リンゴ組においでよ。やめろ、バラバラマン。ラブリーワンワンを破滅だ。なんか助かるの意地悪。なんなんだこの学園は。シーリーちゃん、やめろ、マラソン。エッジ組のマヤトン先生、いつの間に。一人ぐらいいいじゃねえか、ラスカルのケチ。帰れ帰れ。しケチケチ。超能力で何か浮かせてみせればビビるだろうな。でもスパイなんだから力を隠しといた方が。それにこんな力がバレたら。何暗くなってんだ。やってらんねえよ、バーカ。ラスカル先生に逆らった。逆らった。ラスカル先生に。ラスカル先生に逆らった。うおー！ラスカル先生に逆らったぞ。なんだかすごいやった。貴様。いいな、今日だ、気に入った。すごーい。何事もなければよいが。ヤッコちゃん？今までいなかったタイプだ。何なんだこいつら。いや、きっと何かある。きっちり調べてやるぞ。休み時間ですね。わー、ポピーくん、アッコボー。何なんだ、仕事にならんじゃないか。かけっこ得意なんですね。おりんご負けません。いつの間にテレポート。ポピーくんすごいです。忍者なのかな。誰？うわっ、ダッカン、逃げた。ロマンだあら、誰かいたような気がしたんだけど、変ね。極楽極楽。ん？なんだかな。あいつらしつこいぞ。もう一度テレポン。あれ、どこ行っちゃったのかな。おかしいですね。任せろ。クン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 はい、貴重な休み時間が終わってしまった。ポピーくんって素早いね。面白かったぞ。ですね。ねえ、ヤッコちゃん。ポピーくん、また遊ぼうね。3日間うらら学園を探り続けましたが、何の秘密も見つかりません。先生も生徒も見た目通りのバカばっかりです。
そんなはずはない。あのうらら園長のことじゃ絶対何か隠しておる。ポピー君、何としても秘密を探るのです。はい。油断のできない子よね。何しろ心の中覗かれちゃうんだから、 ESP 防御ヘルメットは手放せないわね。はあ、熱い熱い。いいかガキども、これは歴史上必要だ。だが知らなくても生活上何の支障もない。まあ覚えておけばちょっと得した気分になれる。知識なんてのはそんなもんだ。どうしたボビー君。ちょっと知識欲を満たしに。おお。うるさいガキども静かにしてか。ねえほら、三角形には3つの角があるでしょ。この三つの角度は足すとどうやっても180度になるんだよ。面白いだろ。ポピーくん、忍術の修行ですか。お互い大変ですよね。ポピーくん、かなりできます。おかしい、この俺が手がかり一つつかめないなんて。何か手がかりを。なんだこれは。うっ、さあ特訓よ。ピピー、毎日の特訓がものを言うのよ。やった、ついに現場をつかんだぞ。さあピースケちゃん、ダイエットの特訓よ。ピくそー、うらら学園の秘密、このままじゃ俺はスパイ失格だ。それにしても、お前らいい加減にしろ。なんで俺につきまとうんだ。ラスカル先生が仲良くしろって言ったの。そりゃ先生の言いつけ守っていい子だな。そうだ、俺は強い子、良い子だぞ。俺は一人が好きなんだ、ほっといてくれ。迷惑なんだよ。一人が好きな人と仲良くなるにはどうしたらいいのかな。一人が好きなのか、三人で追っかけられるのが嫌だったのかな。今度は一人で行こう。孤独を愛する人なんだ。濡れ雑巾みたいでかっこいい。あれ、お手拭きんだっけ。おいおい、この学校ハプニングとか多いですし、普通の人だと巻き添え食って怪我しますよ。そうそう、僕たち魔法使いだし、俺は何かあった時助けてあげられますよ。この俺がお前らの助けがないと怪我するってのか。あ、いや、そういうわけじゃ。よし、じゃあ今から本気で追いかけっこしようぜ。お前ら魔法使って俺を捕まえてみろ。魔法使っていいの？追いかけっこ？暇ね。わきません。増えてる。休み時間中に俺を捕まえられたら仲良くしてやってもいいぞ。勝負だ。わーい、追っかけっこ。じゃ、一番死ねちゃいきます。わーい。おお、新入生と仲良くやってるようだな。いいないいな、追いかけっこ。よし、ポピー君を捕まえたやつに体育ゴーやろう。こうなったらうらら学園の生徒の実力がどれほどのものか見せてもらうぜ。イデオトーニー、止まんな。うわー、捕まってしまった。あー、ポピー君すごい。シーネちゃん、うわ、ありがとう、リンちゃん。いえ。チャチャさん、気をつけてください。ポピー君、何か技を持ってますよ。技？どうした？魔法を使って俺を捕まえるんだろ？ああ、お前たちの力を見せろ。ほほほほほー。私たちの出番ね。おお。あの爆発は、なんか久しぶり。誰もが知ってる、誰もが憧れる、誰が読んだか、うらら学園のスーパー美少女ペア。なんかボロボロだぞ。マリンちゃん、焼き魚ですか。しがらくは失礼な人魚よ、人魚。ちょっとお薬の量間違えただけよ。そうよそうよ、付き合った私がバカだと。なんですって。本当のことでしょ。ビューティーハニーチャーミングレディスは解散ね。違うでしょ、セクシーパワフルダイナマイトガールズでしょ。前もなんかこんなことあったよな。ビューティーハニーセクシーだもん。いろいろ考えてますね。この追いかけっこは、
もう一回やり直しだ。向こう行こうぜ向こう。とにかくボビー君勝負よ。あら、いや誰もいないわ。何？なんだこれは。これが俺の超能力だ。うわあ、捕まえられるものなら捕まえてみろ。サイコキネシス。ちょっと今のはビビったな。ビビってる暇はないです。窓から向こうへ。うん、よし俺は先回りだ。私もです。待て待て待て。超能力には超能力で対抗よ。いでよ超能力者。チャチャさんさすがです。犬と女忍者が隠れてる。今だ。はい、ボビー君。ヘッポー。お兄ちゃんも。お兄ちゃん。俺はこっちだぞ。あーすごい、大きいらないんだ、便利便利。何感心してんだよ。あーポピー君すごい。よし、私もチャチャパワー全開。いでよ超インパクト。何、でかい。おー、王じゃないだろう。あーパックパック。サイコキネシス。じゃ止められない。テレポートはもう短距離までしかできない。めちゃくちゃ足上がる。ぶっ込まれた。仲良く。ぶっ込まれた。ぶっ込まれた。今度は何して遊ぶ？そんなに俺なんかと遊びたいのかよ。うん、だってポピーくんいつもなんだか寂しそうなんだもん。そりゃそうだよ。エスパーはいつも孤独だ。だってポピー人の心の中が分かっちゃうんだぜ。生まれちゃうわよ。まあ、いや、あれだって誰も近づかないんだ。どこへ行っても化け物扱いなんだよ。お前らだって。じゃあトランプとかカルタとかパスね。やっぱボール遊びだな。縄跳びなんかどうですか。スゴロクだってできますよ。遊びをたくさんあるわよポピーくん。さっきのサイコロギネスすげえな。テレポートかっこいいですよ。お話ししなくても相手の心がわかるのって便利です。お前らって変。私たちの心の中って変だったの。俺もちゃちゃも良い子だぞ。嫌です。もちろんお兄ちゃんもだぞ。ほら、シネちゃんは意地悪だし、変なのはなんとなく。誰が意地悪だ。僕たちが友達じゃ不服ですか。いや、不服なんて。いや、約束だから一緒に遊んでやる。え、なに。だから、一緒に遊んでやってもいいぞ。わーい。つまんないわね。なんか私たち目立たないわね。コスチューム考える。かっこよくて色っぽいやつね。こいつらってバカなんだろうか、大物なんだろうか。気になるけど、初めてできた友達だからどっちでもいいや。前略、魔法の国の山々も赤く色づく季節になりました。中略、そんなわけでスパイをやめてうらら学園の生徒になることにしたよ。アバよ。なんじゃそりゃ。おのれうらら園長め。え、あー、いえ、今ドロシーちゃんの後ろに怒りの炎が見えたような。え、
気のせい気のせい、うん、ドロシーちゃん、この前のテレビ映り良かったですよ。あら、ちょっとお化粧濃かった気がするけどね。皆さん、晩ご飯ができましたよ。はーい、晩ご飯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 。新しいお友達ですか。セラビさん、転入生のポピーくんです。よろしくね。いただきます。ほら、ボビー君も食えよ。変態だけど、あん、料理はうめえぞ。ええ、変態だけ余計です。一言多いのはセラビーも同じでしょ。あ、セラビー先生、目の周り青いよ。ねえ、変わったお化粧よね。え、変態なんだよ、バカ野郎。お預けにしましょうか。いただきます。はい、遠慮しないで、いっぱい食べるんですよ。はい。なんと、あのモミジ園長がポピー君を狙って不死身のスナイパーを雇ったんだって。その名も地獄の黄昏ペア。せっかくお友達になったんだもん、そんなこと絶対許さない。じゃあ、そういうわけでポピー君の家へ遊びに行きましょう。そしてついに現れた地獄の黄昏ペア、その正体は。次回、温泉旅行を捕まえろ。お楽しみに。